危ぐね。あれ？なかったな。というか、この方法めんどくせえな。あ、ほんと。そうな分、だからさ。ロープ、だんだん逆に。ロープ回復の、マジで簡単なんだけど。回復。戦場に向かうのですか。大回復のエース。ああ、もう終わりたい。終わろう。もう勝っても負けてもね。もう、ああ、もう、テレアは終わってるんでね。ああ、待ってんで、高レアでお遊びしてました。でも、もう僕は寝たいんで、ね、軽く仮眠を取りたいんでね。陣内では、戦場で誰も救えない。面倒だな。あ、よかった。あ、ドクター、ここっていい景色だね。例のオリジウム出すと、集大成のあれだね。戦場に出たから死ぬ覚悟を決めろ。気をつけて行動しますね。本気で行くよ。どけ。任せて。諦めるな。いい。戦場に出たから死ぬ覚悟を決めろ。みんなこっち来て。何か考えがあるのか。何しらの愛。我が意向に書き消されたい。出戦場に出たから死ぬ覚悟決めろ。まずは戦闘マニュアルの暗証から。私の武器は誰にも扱えるわけではない。私が決める。諦める。戦場に出たから死ぬ覚悟決めろ。すぐに終わる。プログラム起動コード完了しました。繁栄か。貴様の戦士は私が決める。諦める。私が決める。僕の特技。狙いを定めて発射。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。
すぐに終わる。私が行こう。どけ。私の治療は痛くありませんよ。気をつけて行動しますね。戦場に自分を信じなさい。あなたならできるわ。私の治療は痛く、私の武器は誰にでも扱えるわけではない。準備ができました。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。いい、貴様の生死は私が決める。私の出番かしら。僕の特技、この髪の輪に一度捕まったらもう逃げられない。プログラム治療モード適用します。お前の作戦、戦術は現代らしいものだが、根底にある思想は古臭いな。一体いつの時代の人間だ。あ、すいませんね。デイレアは一応終わってて。